何か言ってましたかこいつ。ううん、何も知りませんって。そうですか。なんでちゃんと仕事してないんだよ。普段通りにしないと怪しまれるだろう。なんとか言えよ。俺バイトあるから先帰ってろ。もし刑事にまた話しかけられたらなんて答えるか分かってんな。シュウ、何も知りません。じゃあな。すみませんでした、遅刻して。まあいいけど、ただこういうこと続くとね。早く帰ってね。いらっしゃい。ちょうどよかった。今日はね、ロールキャベツなんだ。うん、スリッパどうぞ。周平君は一人でお留守番？ああ、ご飯とか大丈夫なの？それね、嬉しくて飾っちゃった。シュウのことそんなに気に入った？ん？だったらこれからはお前があいつの面倒を見てくれよ。シュウヘイ君と何かあったの？もうあいつの話じゃうんざりだよ。何も知りません。何も知りません。浩平、最近少しおかしいよ。おかしい？それおかしくもなるよ。ずっとあいつの面倒見てりゃな。もう嫌なんだよ。もう限界なんだよ。あいつのせいで、あいつのせいで俺は。ねえ、何があったの？今まで一人で周平くん育てるの本当に大変だったと思う。だけど周平くんには公平が必要なんだよ。亡くなったご両親のためにも。親父のため？笑わせんじゃねえよ。あんなクソみたいな人間のためになんで俺が。ねえ落ち着いて。それにお父さんのことそんな風に言っちゃう。うるせえ。お前何がわかんだよ。たった一人であいつ育てるしかなかった。俺の何がわかんだよ。お前だってどうせすぐいなくなんだろ。最初から期待してねえよ。
上さん。こんばんは、三上修平君。実はね、工場長さんについてもう少し聞きたいことがあってね。何も知りません、何も知りません、何も知りません。まだ何も聞いてないんだけどな。お兄さんは今どこにいるのかな。兄ちゃんは今仕事でした。お父さんとお母さんは。お母さんは死にました。お父さんも死にました。でも生まれ変わりました。生まれ変わりました。兄ちゃんが言ってました。悪い人間は死んでいい人間に生まれ変わりました。工場長さんは？何も知りません。何も知りません。何も知りません。何も知りませんか。工場長のことになるとちゃんと現在形で喋れるんだね。誰かにそう言えって命令でもされたのかな？2回目の戦場、3回目のジャンル、2回目の96、2回目の85。徳永さん、あの日の夜、一体何があったんだ。お前らみたいなクズ、生きてる価値ねえんだよ。お前らみたいなクズは生きてる価値ねえんだよ。死が毎日作ってくるあの技、やっぱりあんただったんだな。しつけてやってんだよ、こうならねえように。赤は死んでも治らないから、死なねえ程度にな。お前らみたいなな、どうせ使い物になんねえんだから、社会じゃ。警察の世話になるしかねえな。いてもいなくても同じなんだからよ、この役立たずが。